はい、本日はですねこちらノースフェイスの大人気ジャケットバルトロライトジャケット2020年版を購入しましたのでそちらの紹介をしていきたいなというふうに思います。でですね、まあ、僕の動画見ていただいている方やったら、まあ、黒のダウンジャケットバルトロって僕持ってるんですよね。だからいやお前また黒買ってんねやみたいな、でしかもこのまあ同じやみたいな感じだと思うんですけど、これはですね以前僕欲しいものリストの時にバルトロ買うと思いますみたいな、ただ僕が欲しいんじゃなくて嫁が欲しいんですみたいな感じで言ってて、でまあそれやったら嫁のためになんかあのサンタさんになってあげようかなということで、まあ、ちょっと早めのサンタさんになったというのは、まあ、以前セカンドチャンネルもちらーっと言ったんですけど、まあ、なので僕のバルトロはねここにあるんですよ。これは2017年モデルやったかなのバルトロになってるので、まあ、若干変更点とかあったりするんですけども、まあ、それに際してはですね、まあ、以前詳細はお話ししてるので、まあ、それはちょっとまあ後で割愛しようかいうことになってるんですけども、まあ、なので僕としてはですねこれチューバー YouTuber チューバーやってなかったら絶対買ってないと思うんですよね。で嫁にもいや欲しいって言ったって、嫁もねこのケルプタンっていう2018年モデルのバルトロがあるんですよ。だから嫁がいくら欲しいと言おうが、愛する嫁さんが欲しいと言おうが、大事にしてる奥さんが欲しいって言おうが絶対買わないと思うんですけど、まあ、いかんせんチューバーをやってるということで、バルトロが欲しい、よしじゃあ買いましょうということで購入したということになっております。一応サイズがね今まで持ってなかった S サイズを購入したということなんで、まあ、僕は全然多分着るつもり全くないんですけど、まあ、嫁が着たいということで購入したということになってますので、一応今日の話の流れとしては、まあ、まず買った方法ですよね。多分皆さんこれから購入される方も中にはいらっしゃると思うので、まあ、買った方法はなしして、でその次に匂いですよね。これってバルトロって試着とかできひんのでずっと何ですか袋に入った状態のままなんで、結構工場臭というかウレタン臭が結構するんですよね。だからそれのまあ簡単な取り方みたいな、自宅でできる取り方と、あとはまあ、次何やったっけな、取り扱いですね、取り扱いの仕方とかで、着用動画っていうところで最後終わりにしたいなというふうに思いますので、その順番でいきたいなと思います。でまずですね、細かいディティールとかその詳細とかスペックに対してはですね以前お話結構してたりするので、もう今回はそれはいいかなと思って、まあ、いつもそういう話はしてるんですけど、まあ、今日に限ってはそんな小難しい話せんとパパッと紹介してパパッと終わろうかなというふうに思ってますので、まあその細かいスペックであったりだとか、あとそれ以外に変更点ですよね、新しいやつ旧モデルの変更点みたいな話なんかもそんな変わってないので、まあまあええかということで、まあ、飛ばしていくので、まず買った方法からねお話していきたいなと思います。やっぱりバルトロって結構人気なんで、いろんなセレクトショップとかで取り扱いあったりとかしても、もうなんかあのすぐ売り切れるから、セレクトショップがもう告知せえへんとか結構あると思うんですよね。もうだからいきなりバーンって販売しちゃったり、もう結構仲いい顧客さんだけに飛ばしたりとかすることって結構あったりして、欲しいけど買われへんっていう方もなかなか今でもいらっしゃると思うんですよ。まあそれはやっぱ数年前の方が全然買えなかったんですけど、今はまあ比較的買いやすくなってて、僕もこれ自宅にいながらインターネットでポチッただけで購入できたんで、まあわざわざこういかんでも買えたりできる時代になってきましたもんねということになってるので、まあそんな話をするんですけども、まあ僕が買った方法としては、僕こういう新着情報を探すの結構苦手なんですよ。あんまそういうの興味なくて、なんかそのどこで新しいのが出てるとかっていうのはもう疎いタイプなんですけど、まあ、あの僕が唯一いつも見てるサイトがあるんですよね。でそのサイトが新着情報をとにかく情報を教えてくれるんですよ。で、嫁にあのもしほんまにバルトロ欲しいんやったら買ったるけど情報だけ自分で仕入れときやみたいな、ここのサイトで通知オンにしときみたいな感じで言って、でそれ言った2時間後ぐらいに通知入って、で今バルトロ出てるみたいな、黒の S サイズ出てるから買ってって言われて、 OKOK ほな買うわってポチって買ったっていう感じになってるので、まあ、買い方とか新着情報に関してはもう僕に聞かんと、まあ、一応下の動画説明に多分ノッチしてると思うので、まあ、そのサイトから見てもらえれば新着情報出ると思いますし、まあ、いかんせん僕に関してはそういうの疎いのであんまり興味ないということになってますので、お許しいただければなというふうには思います。ということで今ちょっと嫁からでもない、一旦止めますね。もしもし、はい、ということですいませんお待たせしましたという、愛しの嫁のバルトロの話をしてたら嫁から電話がかかってくるという、まあ、今ちょっと帰省してるので、まあ、その話はいいとして、まあ、そういうサイトを見てもらえれば多分分かると思うので、多分そんなサイトっていっぱいあると思うんですよね。だけど僕そのいっぱい掴みに行くのめんどくさいから、もうそこを1個だけから情報を仕入れてるということになってるので、買った方法はそれを見ていただければ、多分いろんなオンラインの買い方とか書いてあるんで、まあ、それを見て購入するというのが一番まあ僕としてはおすすめできるやり方かなというふうに思いますね。買った方法はそれぐらいでいいですかねということになってて、次はオイニーですよね。オイニー対策で、まあ、さっきも言ったみたいにこのバルトロって普通のダウンジャケットと違って店にこうやって並んでないんですよね。だからどうしてもこう袋に入った状態で予約した人とか注文した人にどんどん送っていくっていう感じになってるので、なかなかね匂いが最初開けた時ちょっと臭い工場臭がするというか、嫁曰くちょっとおじさん臭がするらしいんですよね。まあ、それはもちろん工場でおじさんが頑張ってくれてるからその匂いがついてるっていう可能性はもちろんあるんですけども、まあ、そういった匂いがするということになってるので、まあ、匂いってね細かく言うと、まあ、簡単なんですけど、ほんまに小さい目に見えない分
子がこうついてるだけなんですよね。だから要はそれを例えばこういう感じでパーって取り払ってあげてもいいんですけども、一番取れる方法としては軽く濡らすんですよ。でそれどうやって濡らすんかっていうと、よくファブリーズがあるじゃないですか。ああいうので霧状のものでパン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 ってあの濡らしてあげて、でそのまま天気のいい日とかちょっと風が吹いてる日なんかにベランダに干しといてあげるんですね。ほんならちょっとこうジャケットが揺れると思うんですよ。ほんなら揺れることによって一緒に水分と一緒にこういうあの匂いの成分っていうのがこう飛ぶんですよ。なので、まあ、ちょっと簡単に濡らしてあげて、であとは外に外干ししてあげるだけで結構匂いっていうのは簡単に取れるので、まあ、それはおすすめかなというふうに思うんですけど、ちょっと一個注意点が、濡らした時に濡れっぱなしにしちゃうとちょっとなんていうんですか、あの水の後のシミみたいなのが残る可能性があるので、濡らした後軽くタオルでヒューって拭いといてあげるみたいな、で水滴の塊が残らんようにだけしといてあげれば、まあ、全然あのこれ見てもらったら分かる通り、あのそれ僕やってるんですけど全く匂いせえへんし、なおかつ跡とかも変な跡とかも残ってないので、まあ、そういったやり方はおすすめだと思うんですけど、まあ、その水だけね、あの固まらんようにだけあの注意してもらえれば匂いが簡単に取れるんかなというふうには思います。ということで次は取り扱いですね。で取り扱いに関しては、まあ、基本的にはそんな難しいことなくて、普通にハンガーに吊ってればいいと思いますし、このハンガーなんかはですね、結構この肩の部分っていうんですかね、これが広いタイプになっているので、まあ、こういったタイプを使っておけばダウンの偏りみたいなのがなくなったりはするんですけど、まあ、基本的にはこんな太いハンガーじゃなくて細いハンガーでも全然僕はいいと思ってて、まあ、こうやって細いハンガーに僕は普段つってるので、これは僕のバルトルなんですけど、こうやって偏ってるんですよね。ここだけダウンがない状態、肩の部分だけない状態になっているので、まあ、そういう時なんかこう横にしてこうパン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 してあげたらまたダウンは復活したりするので、まあ、そういった取り扱いも大事やし、あと、まあ、ちょっと汚れたりとかすることもあると思いますし、まあ、空気中のそういうなんていうんですか、湿気とかもやっぱり吸うんですよね。だからそれ用に、まあ、軽くダウンとかも洗えるんやったら洗ったらいいと思いますし、洗うのが怖い方とかやったらクリーニングでもいいとは思うんですけど、まあ、僕個人的にはクリーニング出すぐらいやったら自分で洗った方がなんていうんですか、安心するじゃないですか。クリーニングやったらこの上についてる撥水の加工とか全部取れちゃったりとかすることがあるんですよね。まあ、それやったら、まあ、自分で取り扱いが分かってれば撥水剤かけたりとかもできるし、まあ、そういった感じになると思うので、まあ、それはまた動画出してるので興味ある方はそれ見てもらえればいいと思うんですけど、まあ、そういった取り扱いがいいんじゃないかなということになっておりますので、まあ、こんな感じで我が家には3着バルトロがあるということになってて、まあ、僕は多分今年バルトロそんな着る機会ないかもしれないんですけど、嫁に関してはこれが XXS というこの茶色のやつね、ケルプタンですが、あの一番ちっちゃいサイズを買ってるんですよね。で今回 S サイズということで1サイズじゃなくて2サイズ上げたんですよ。でちょっとオーバーサイズ気味で着たいということで、まあ、こちらを購入したらしいので、まあ、僕個人的にはそんなオーバーサイズで着る必要あるんかなとは思ったりはするんですけど、まあ、ファッションはね、あの好みでやればいいと思うので、まあ、そういう感じで、こちらの方を買わせていただいたということになっていますので、最後はその様子を、着用している様子っていうのを見てもらいたいなと思うんですけど、まあ、あくまでこれ女の人の XXS と S サイズだけなんであんま参考にならへんかなと思うので、まあ、あのもし気になる方とかは僕バルトロの視聴者の方の着用動画の、動画集みたいなの集めて作ってるので、まあ、それも動画説明欄に貼ってますので、それを見ていただければサイズがより分かるんじゃないかなということで、今日はこの辺でドローンしたいなというふうに思いますということになってますので、本日はですね2020年バルトロを購入しましたという動画になっています。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。